青木山秀樹は、滋賀県彦根市出身で時津風部屋所属の元、大相撲力士。現在は年寄り、枝川。本名は、寺木秀樹。身長181センチメートル、体重153キログラム。最高位は、西前頭筆頭。得意技は突っ張り、推し。趣味はパチンコ、テレビゲーム、音楽鑑賞。愛称には、寺木、青ちゃん。 血液型は B 型。飲食店の次男坊に生まれ、小中時代は野球をやっていたが、先に大相撲入りしていた兄の廃業を機に意志を継ぐ、形で大相撲入りを決意、彦根市立東中学校卒業後の1985年、3月場所初土俵。全相撲は一番出世だったものの、女の口についてから10連敗した。その後は、 順調に番付を上げていき1991年11月場所、寺木の本名で十両に昇進した。新十両の場所は4勝11敗と大きく負け越して、翌場所に幕下に陥落。陥落した1992年1月場所に、彫名は木山に改めている。5月場所で十両に復帰してからは十両に定着し、1993年、 3月場所に新入幕を果たした。当初は十両との往復が続いたが、1995年11月場所に4度目の入幕をしてからは幕内に定着。1997年7月場所には、東前頭2枚目の地位で、高野花に勝ち初金星さらに、若野花との相撲も制し、一横綱一大関に勝ち、新三役を期待されたが終盤に、 負けが込み6勝9敗で負け越した。その後も1998年1月場所でも1、横綱1大関に勝ち2個目の金星。1998年3月場所が11勝で、初の3勝で、関東賞獲得、など、激しい突き押しを武器に何度か三役昇進が、狙い得る地位に番付を上げることはあったが、昇進はならなかった。 もともと、左手首骨折などに悩まされていたが、2000年1月場所に、右アキレス腱を断裂し、以降思うような相撲が取れなくなり、重量に陥落する、ことが多くなった。2001年9月場所に2度目の重量優勝、2002年7月場所でこと月に勝ったこともあった。しかし2003年11月場所は西重量8枚目の、地位で初日から9連敗。 10日目を最後に現役を引退し、年寄り枝川を襲名した。現在は時津風部屋の部屋付き親方として更新の指導に当たっている。教会では2012年3月場所から審判委員を務めている。また、師匠不在時の時津風部屋の師匠代行としての役目を務めており、2020年9月11日、教会作成の2019。 新型コロナウイルス感染対策ガイドラインに違反する行為があったとして、9月場所中は禁止となった部屋師匠の16代時津風に代わって場所中の部屋を管理し、さらに9月場所後の正大な親の大関昇進伝達式に、水臓園で緊急手術となった師匠に代わって13代枝川が出席している。取り組み番付関係その他、ありがとうございます。